お願いいたします。どうぞ。はい、まさにアメリカ政府の話でありますから、まあ、政府としてコメントすることは控えたいというふうに思います。その上で一般論で申し上げれば、難民問題、テロ対策が世界的な課題である、このように認識しています。移民政策に関する大統領令の実施状況について、日本政府としても関心を持って見守っていきたい、このように思います。政府として現時点までに、本邦の航空会社がそのような取り扱いを受けたという報告は受けていません。で、今後について、米国で入国できない場合には航空会社が出発時に送還しなきゃならないことからですね、本邦の航空会社においても現在どのように対応するか、そうしたことを検討している状況だというふうに報告を受けています。